ブルームルーで言ったらパイロットルアーでよく使うルアーを教えてほしい。なんだろう、どこ馬車にもよるとは思うんですけどね。あのなんか最初ゼッパー80から入るときが、なんか理由があったりする、まあ、今日もだけど、うん、今日もそうでしたね。あのまあ波動が強いんで、うん、で一口サイズでとりあえず一本乗させんなら一番で、あのいわゆる止めが効く、早引きが効く、デッドスローでも強い波動出せるんで、なんかかなって気がしますね。僕もおかっぱりの小橋をやってたんですけどね。そのそれこそ村岡さんと行ったあそこに、それこそキラキラシラスのゼッパ80スを入れて、うん、出なかったら諦めます。あ、それ最後入れて、うん、そう、それぐらいなんかとりあえず食わせに行くならあのサイズ感かなんで、うん、だから自分が昔作った80メガバスさんのね、エクサ80もそうだし、ね、まあ、あの辺のちょっと強波動型ミノ、88ミノが一番パイロットとしてはいい気がしますね。あのいわゆる干潟とかね、そういうとこじゃなければ、うん、